はい、パッポレトロゲームチャンネルです。今日は運転免許取ろうの実況をやりたいと思います。で、今日がですね、5月の3日ですね。まあ、5月の4日なんですけど、まあ、5月6日までに全部クリアしてしまおうと思ってですね、やってみたいと思います。で、ニューゲーム。こんにちは。香港に入港を希望される方ですね。それでは、こちらの書類にお名前をご記入ください。で、四角ボタンを押したいんですけど、入力か。BAD にして、次、男性。で、今日が2020年の5月の4日。なんで次。はい、結構です。次に先行する。で、まあ、MT か AT か、じゃあマニュアル。マニュアル教習ですね。それでは、説明を聞く。で、まあ、説明もう、そうですか。カットして。それでは、頑張ってくださいね。で、規制検査があります。視力検査とかなんかそんなのばっかりです。まあ記憶力のテスト、まあ最初は簡単なんですけどね。で参加、まあこういうのがあります。レベルになってくると今よりもちょっと難しくなる。1個覚えればよかったのが、今度2個覚えなきゃいけない。まあ、これぐらいまでだったらまだ簡単ですけどね。では、まあ、覚えやすいですね。果たしてこれ、まあ適正検査ですからね。まあ3つぐらいはまだ覚えやすいんだよね。レベル4からちょっときつくなって。まあ、まだ大丈夫かな。こっからちょっと無理かな。三角形。まあ、連続で来てくれるといい。ちょっともう混乱してますから。あれ忘れちゃった。212って全然平均より下回ってます。大きい方、まあ数の大きい方を選ぶ。こっちですね。9で、左が9で、右がマイナス6ですね。まあ、これも簡単。マイナス1か。こっちですね。こっちだ。こっちで。まあ、判断力なんですね。瞬時の判断力を鍛えるやつですかね。まあ、こういう適性検査がある。こっちか。
まあ0割って言ったらもう0です。うわ、こっちだろ。まあ感覚でやってますけど。でしょ。ああ、これもまあ余裕ですね。掛け算が2つありますかね。こっちの方が、ああ、ダメか。ああ、これまた難しいね。60、こっちか。こっちの方が高そうです。あ、こっちですね。はあ、61、右が61。あ、間違えたか。これこっちです。もう一回間違えたらもう終わりです。正解するまでこれ続くんです。ああ。視力検査ですね。これは時間制だから、まあ時間が経てば終わってくれるんで、まあゆっくりやればいいんじゃないですか。あ、これを視力検査と、あ、間違えた。これを視力検査と言っていいのかわかんないですけど、まあこういう視力検査があり、平均成績 1.5、 視力 1.5 あったらすごいですね。バランス感覚だ。視力って確か 0.7、 実際は 0.7 以上あれば、長め 0.7 以上あれば確か眼鏡なくても運転できたような気がするんです。0.8 だったか。で、バランス感覚点ゲーム。これ最初意味わかんなくてですね、全然点数取れなかったんですけど、L ボタンと L1 と R1 を押すんですけど、これを長押ししなきゃいけないんですね。まあ、なんで、傾きそうに、こう来て、おーっと、結構難しいです。こういう感じですかね。結構保つな。ああ、落ちた。うん、最初やった時は18点しか取れなかったんですけど、まあちょっと真面目にっていうか、まあなんとなく意味が分かってきたんで、40点ぐらい点数高くなりましたね。これ青になったら押すと。あ、どうしても 0.36 になっちゃう。結構、あ、遅いですね。 0.2 なの、すごい。まずまずの車を運転することに、こういう結果が出ます。精神状態には、まあ焦っちゃうとなんかヒューマンエラー起こすよと、簡単に言っちゃえばそういう感じですかね。お疲れ様でした。頑張ってください。で、学科ですね。で、まあこれは教科書ですね。教科書的なことが、まあこれもカットしちゃいます。これはまあ丸ですね。交通事故や故障。まあこれも丸ですね。その通り。深く腰掛けないと。酒にを飲んでいても、特に注意すれば運転できない。すごいですね。たとえ少量でも。
まあこれも丸です、はい、運転は思いやりが大切。コピーじゃダメだから、ちゃんと勉強したみたいですね。コピーはダメ。車のまあ交通量が少ない方、左側が交通量少なければ左側から降りても降りた方がいいんで、×ですね。ちゃんと勉強したみたいですね。交通量が多い、これがねまた厄介なもんなんで、気を配って運転するって文章読むと丸押したくなるんですけど、これ実は×なんですよね。イライラしてるときは運転しない方がいいって出てくるんです。イライラしてるときは運転をしない方が安全です、うん、そういうレベルなんです。イライラして運転して事故、あ、そうですね、はい、自動車使用の本拠、これ2時間に1回みたいな、ね、その通りです。2時間に1回ので来る、まあ今酒飲んじゃいけないっていう時代ですからね。まあ昔はですね、居酒屋に駐車場があった時代で多少まあ、おおらかな部分もあったんですけど、今、ちゃんと勉強したみたいですね。まあ、試験中の問題もね、罰ですけどね。それは昔から罰ですけど。まあ、居酒屋に駐車場があった時代ですから、まあ、今考えたら、まあ、ちょっとおかしい話だったなとは思うんですけど、まあ、昔はそれで、おおらかな時代だったんでね。パーフェクト合格じゃない、頑張ってください。まあ実技教師をやっていくと、まあ今回これ運転シミュレーターなんですよ。だから説明してくれるんですね。今受付の女の人が出てましたけど、その人が車の仕組みを説明してくれます。第1段階最初の教習、私の指示に従って運転。それでは最初にシートベルトをしてください。まあこういう、これで発進の準備が整いました。教えてくれるんで、まあこの教習は楽です。その前にギア、オートマティック車のギアには、説明カットしちゃいますけど、パーキングレンジは駐車をするときなど、まあ、カットするって言っても丸ボタン連打しなきゃいけない。ニュートラルレンジは停車をするとき、ドライブレンジは通常走行、セカンドレンジは急な、ローレンジも急な上り坂や、まあ、こういうふうに、それではいよいよ発進してみましょう。まずはドライブレンジ、ドライブレンジに入れてください。次はハンドブレーキです。まあ、これでいいってくれ、解除してください。オートマティック車の場合、それではアクセルを踏むことによって動力、あ、クリープ現象ってやつですね。エンジン回転が3000回転ぐらいになるところで維持してください。そう、その調子です。あ、これで、あ、強く踏みすぎですよ。踏みすぎるとこういう風にすぐスピード出ちゃうんですね。強く踏みすぎですよ。まあこういうふうに、はい、いいですよ。次はブレーキの説明をし、ブレーキは減速、ブレーキを上手に使うことに、ブレーキを踏む時もブレーキはですね、右スティックでやるんですね。その際軽く何度かに分けて踏むと、それではブレーキを使って、それでは最初にシートベルトをしてください。でアナログコントローラーだったらマニュアル教習とオートマ教習でいけるんですけど、あの振動機能のないコントローラーなんかオートマしか教習できないみたいな、そこはちょっともうちょっと前か。上手ですね。とてもスムーズでしたよ。次はハンドルの説明をし、ハンドルは車のハンドルを切るときはカーブを曲がる際は、それでは実際にやってみてください。で、まあ、それでは最初にシートベルトをしてください。でこれでいっちゃうといけるというふうに、ハンドル操作、まあ右に曲がったり左に曲がったり、ハンドルを左に切ってください。これ左に切ると、ハンドルを右に切ってください。で右に切ると、これ壁にぶつかっても何もやれない。OK です。まあこうやってぶつかっても OK。次はマニュアル車の説明を行います。マニュアルオートマ教習は今マニュアル車とオートマティック車の決定的な違いは
クラッチの有無です。オートマットマニュアルのシミュレーターの教師を受けると。そのためオートマティックマニュアル車のギアにはニュートラルはバックギアは1速から5速のギア、まあ、5速まで走ってみた。次にクラッチの説明を。マニュアル車ではクラッチを完全に踏み込んでいる状態では逆にクラッチを離す。そのためエンジンなのでマニュアル車では、それでは実際にやってみましょう。それでは最初にシートベルトをしてください。エンジンをかけてギアチェンジをするときはクラッチを踏んで動力を切ってから行ってください。上出来です。結構速くまでなんか入れろと、まあ、こうやって走れば OK。 94キロまで出るんですね。ここ走っても何も言われない。ぶつかっても何も言われない。まあこういう風に走ればいいということですね。まあこうやって何も言わないですよね。OK です。よくできました。第1協定は以上で終了です。以上で全ての説明が終了しました。お疲れ様でした。次からは本物の車に乗っての教習になりますから頑張ってくださいね。あとこれで終わりです。お疲れ様でした。で、セーブ。セーブするときは、まあ。もうこれ5回ぐらいやってるんですけどね。まあ、じゃあこれにして、まあ、これで保存できます。で、まあ、成績も見ることができますね。一応、ハンコを吸うとこが5直あるんですけど、確か、ハンコを21個ぐらい集めれば免許取れるんで、まあ、あと、学科教習とかね、学科試験。学科試験とか合格しなきゃいけないんですけど、まあ、基本、実技は21個ハンコをもらえばゴールです。といったところでですね、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。